マルコによる福音。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい、と言われた。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは、私についてきなさい。人間を取る漁師にしようと言われた。二人はすぐに網を捨てて従った。また少し進んで、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが船の中で網の手入れをしているのをご覧になると、すぐに彼らをお呼びになった。この二人も父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスの後についていった。今日の福音の中でイエス様は弟子たちを招きます。私についてきなさい。人間を取る漁師にしようと。その言葉をシモンとシモンの兄弟アンデレに呼びかけます。そしてそれに対して二人はすっとそのまま網を捨ててイエスに従ったんだというように言われています。イエス様は私たち一人一人に私についてきなさいというように呼びかけておられます。私たちはそのイエス様の呼びかけに耳を澄ましていく。そしてその語りかけを耳にしたらば、その呼びかけに従っていくと、招きに従っていくということが大切であると思います。私たちがイエス様についていく中で、いろいろな喜びや苦しみや悲しみもあったりしますけれども、しかし、どんなことがあっても、やはりイエス様に自分自身を委ねて歩んでいく。その中でですね、イエス様との深いつながり、そして神様とのより深い一致と交わりを味わう、体験することができる。と思います。そのため私たちは、やはり私についてきなさいというイエス様の呼びかけに従って歩んでいきたいと思います。